まずは短い文の SV がテーマです。で、英文には短くても主語の S と述語同士の V があるのが基本です。で、V がないように見える文の SV も見抜けるようにしていきましょう。では例文を見ながら確認していきます。Every word matters. で,すね、で、まず、英文では、前に前置詞がついていない最初の名詞が S になります。で、every は形容詞ですね。そして、word が最初の名詞になります。なんで、everyword でまとめて S と考えることになります。で、every は every プラス名詞の単数形の形で使うんでしたね。なんで、word は単数形になっています。そして、英文には S があり、そして V があるんですね。なんで、残った matters が V になります。 ここが V になりますね。で、この matters の S は3単元の S です。で、問題の意味の名詞だと考えたかもしれませんが、実はマタには名詞だけでなく、動詞の意味もあるんですね。で、動詞のマタには重要であるという意味があります。つまり、この文の訳はあらゆる単語が重要だという意味になります。で、この例文のように3単元の S が付いている動詞と考えられる単語があると、SV を見抜くときの大きな秘密 ヒントになってくれますでちなみに福岡大学の和訳問題で「This matters because」何々という文が出たんですがこれは単数を表す「this」があったり3単語の「s」があるにもかかわらず「this matters」というのをこの問題っていうふうに訳しちゃうことがすごく多かったんですねなので正しい訳はこれは何々なので重要であるになりますねはいでは次の例文にいきます first impressions last ですね。で、first impressions が前に前置がついていない最初の名詞になりますね。つまり、ここが S になります。そして、残ったラストが V になると考えられますね。で、一応、ラストは形容詞の意味で、最後のという意味で考えたかもしれません。ただ、ラストにも形容詞だけじゃなくて、動詞の意味もあるんですね。で、動詞のラストには、続くや残るといった意味があります。なので、この文は、 第一印象は残り続けるという意味になりますね。 ちなみに動詞のラストは The rain won't last long で雨は長くは続かないだろうという形で共通テストに出たこともありますで英語ではほとんどの単語が複数の品詞になる可能性があるんですねなので意味と品詞は必ずセットで覚えるようにしましょうで特に今回出てきた matter とか l ス s t みたいな意外な単語が動詞になることがあるんですねなので動詞になる注意すべき単語というのを覚えていきましょうこれは緩末 にまとめてありますで文中でどの品詞で使われているかを考えながら辞書を引くのが意味を正しく覚えて単語を理解するためのコツになりますで知ってると思う単語でもちゃんと辞書を引いて品詞と意味を確認する習慣をつけていきましょう では、まとめていきます。でまず、短い文でも SV、主語と述語同士があるというのが基本になります。そして、前に前置がつかない最初の名詞が主語になる。これがすごく大事なルールですね。そして、動詞になりうる意外な単語を覚えましょうということでした。では、終わります。